バッテンです。共通テスト受験された方はお疲れ様でした。思い通りに行った方も行かなかった方も含めて、ここからは切り替えが大事になってきますんで、また目標に向けて頑張っていきましょう。特に理系の方はですね、やっぱり共通テスト前に共通テスト型の問題演習をいっぱいやっていると、数学さんの計算力がなまっていると思うので、各自問題集で計算力を復活させることをお勧めします。では今日はこちらの問題です。名古屋大学2021年理系第3問、文系第3問、文理共通問題で、文系は括弧2までのようですの、こちらの問題を初見で解いていきたいと思います。ぜひ一緒に考えてみてください。名古屋大学2018から2020まで、これまで解説動画上げてますけれども、なんかだいたいゲームのような設定があって、なんかそれを通じて確率を考えるような問題っていうのが出てきてますね。で、2021はこれのようですね。ではゲームの内容を見ていきます。1から12までの数字が右の図のように並べて書かれている。なんか微妙ですね。5段4段2段1段で、以下のルール AB と終了条件を用いたゲームを行う。これですね。ゲームを開始すると最初に A を行い、終了条件が満たされるまで B の操作を繰り返す。なので A やった後はずっと B を行っていくと。で、 A と B における数字を選ぶ操作は全て独立な思考とする。はい。で、 A というのは1から12までの数字のどれか1つを等しい確率で選び、右の図において、まあ、これか。で、選んだ数字を丸で囲み、その上に石を置く。丸で囲んで石を置く。だ、12分の1でどっかに置かれると。で、次、B。まあ、終了条件見ておきますか。これで終了条件満たしていれば終了なんですけども、5、9、11、12っていうのはどこかというと、ここ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 。5、9、11、12の数字のどれか1つが丸で囲まれ石が置かれている。となったら終了ってことか。で、ゲーム終了時に数字 J が丸で囲まれている確率を PJ とするんですけども、5、9、11、12に来たら終わりで、で、そこにある確率 PJ ってことは P5、P9、P11、P12 っていうものがまあ定義されていて、まあそういうものを定義しますよってことですね。で、じゃあ B に戻ると、石が置かれた位置の水平右側または垂直下側の位置にある数字のどれか一つを等しい確率で選び、水平右側または垂直下側が、例えば7にあったとすると8を選ぶか11を選ぶかを等しい確率、そうですね、2通りあるか、もしくは8だけ特殊ですね。8の場合は下がないので、またはってことは絶対9に移動するってことですね。8だけちょっと特殊。あとは候補が2通りずつありますね。はい。どれか1つを等しい確率で選び、その数字を丸で囲み石を移しておく。だ、丸は残っていくんですね。最初に7から、7にあったとすると、ここに丸が置かれていて石が置かれている。で、その後、例えば、右に2分の1の確率で移動して、8に丸が置かれて、8に石があると。で、例えば、8まで来ると、その次は確率1で、9に移動して、ここに丸が置かれて、石が置かれて、ゲーム終了。っていう、そういうことですかね。あ、例えばがありました。石が6の位置に置かれているときは、その水平右側、また垂直下側の位置にある、あ、そういうことか。違いました。右側は、あ、全部含まれていくんですね。ボンバーマンスタイルですね。6にあると、だ7、8、9、10、12。だ、右側にあるものすべて、下にあるものすべてと。いうことなので、あ、確率5分の1なんですね。ということは、例えば、じゃあ6じゃなくて次7でやってみると、どうなるかというと、7、8、9、11があって、7に今丸が書かれていて石が置かれているとすると、このあと確率3分の1で8に行くか9に行くか11に行くかと。で、移った先を
丸で囲んで石を置くっていうことですね。わかりました。で、設定はわかりました。すごいややこしいゲームですね。まあ、ボンバーマンスタイルってもあれですね。なんか最初の爆弾の威力だと直右か直下しか出てこないんで、なんかあの火のパワーをアップさせた後のボンバーマン状態ですね。この右と下全部行く、上は行かない、左も行かないっていう特殊な感じですね。はい、では解いていきましょう。カッコ1 P2 を求めよう。 P2、 ああそういうことか。終了条件も僕は勘違いをしていて、だ丸がゲーム終了時に数字 J に丸が書かれているっていうことは、例えば P2 を求めようって言われたら、 P2 って日本語にすると何かというと、ゲーム終了時、まあ、丸終って書きますね。まあ終だと画数多いんでやっぱ丸量にします。ゲーム終了時に数字2が丸で囲まれている確率なので、丸がさっき考えたみたいに丸って残っていくんですね。なのでゲーム終了時に数字2が丸で囲まれる、まあ、丸2みたいな感じですね。で、要するに2を通ってるよってことですね。そういう確率を求めようという問題です。で、2を通るようなケースってどういうものがあるかというと、1からスタートして2に行ってるケースと、あとは2から出発してるケースの2通りしかないですよね。他のところから2に移ってくることはないですよね。ここにあるんで、ここしかない。左と上に行くことはできないので、1から始まって2に行くか、2から行ってるということがわかります。そうすると、じゃあ例えば1からスタートしたケースを考えると、まず1が最初に選ばれる確率っていうのが12分の1、12個あるうちの最初等しい確率で1から12選んでいるので12分の1。でそこから1に行くと、候補としては2、3、4、5、6、10、12っていう7通りがあって、その中で2を選ぶ確率なんで7分の1。それで1から2に移動してますよと。で、2から先はどう言ってもいいですよね。必ずこの後終了していく。必ず右と下のどこかに行き続けるので、ゲームは終了していきます。ということで、ここから先は、どうでもいいので、これで84分の1。じゃあ最初2スタートで、まあ、この後も結局どうでもいいんで、最初に2を選ぶ確率か。12分の1ですね。じゃあこれを足せばよくて、84分の1プラス12分の1で84分の8。それはすなわち21分の2。これが P2 です。でしょう。では、括弧2に行きます。はい、括弧2。P5 と P11 を求めよう。という問題です。じゃあ P5 からいきますか。 P5 というのは、要するに日本語にするとゲーム終了時に5が丸で囲まれている確率です。で、5っていうのは最終到着地点ですよね。つまりもう5に来た瞬間終了しているので、要するに P5 っていうのは5で終わる確率ですね。違う、どっから始まってもいいんですけれども、5に到達してる確率ですね。まあ一緒か。で、じゃあ5に来る、5に丸がつくケースがどういうものがあるかというと、さっきと同じ考えでいくと、1から始まって2に行って3に行って4に行って5に行く確率と、2から始まって3に行って4に行って5に行く確率、3から始まって4行って5行く確率、4から始まり5に行く確率、最初から5にある確率を足せばよいということがわかります。他のところから始まって5に行くことはないですよね。この右の1段目の右の端っこにいるので、最初にこの1段目にいないとそもそもアウトということで、この5パターンがあります。
それぞれ計算していくと、1から始まってということで12分の1かける、次2に行く確率が7分の1、で2に行った後3に行くのが5分の1ですね。3に行って4に行くのは、4、5、8の選択肢の中から4を選ぶ。で4に行って5に行くのが2分の1で、今気づいたんですが、そうか、これ飛ぶ言葉ですね。1から5に行くこともあるか。でこういうのもあるし、こういうのもあるし、こういうのもあると。結構大変ですね、これ。1、3、5とかもあると。それを全部樹形図を書いてやっていく作戦が一つですが、なんかもっと楽できないですかね。そうすると、今括弧1で考えたのは2に丸が書かれている確率ですよと。でそうすると、それをちょっとヒントにすると、5に丸が書かれる前にこの1段目で左にある丸で一番大きい数字なんですかっていうもので場合分けするとどうなりますかね。要するに、例えば丸4になっ4に丸がついてる確率、4にはついてなくて3にはついてる確率、4、3についてなくて丸2についてる確率で、4、3、2についてなくて丸1についてる確率でいくと、そうすると2に丸がついてる確率で、2からは直接5に行く。そうすると5に丸がつく。で1も同様で、1に丸がついていてその後5に丸がつく。で3は3に丸がついていてそこから直接5に飛ぶ。で4に関しても5に飛ぶ。こうするとこれは排反、違う、よく漢字を間違えるんですけどね、はい、半なのでダブリはないし、結局この4パターンしかないですよね。5に丸がつくってことは1段目で全部推移をしていて、必ずその左っていうのは 1,2,3,4 どっかに丸がついて いますよと。こっちの方が4つ計算すればいいんで楽ですかね。だから4に丸がつく確率とかはちょっとめんどくさいですけど、まあ、ここは頑張るか。そうしてみましょうか。じゃあそれぞれの確率を91から94で設定しておくと、まあ、92ぐらいまでは楽ですよね。91っていうのがまず最初に1を選ぶ確率で、1を選んだ後に5を選ぶ確率なんで7分の1で84分の1で、92っていうのはこれはさっきと一緒ですね。1から始まって2に来るのか、直接2から始まってるのか、合わせて21分の2だったんで21分の2かける、その後5つの選択肢のうち5を選ぶので5分の1、それで105分の2と分かります。そうですね。じゃあ次93、さっきのもちっちゃく残しておくと、93というのは3に行く確率がどうなるかというと、1行って2行って3行くのと、1行って3行くのと、2から始まって3に行くのと、直接3から始まるケースがあるよと。なので12分の1かける7分の1かける5分の1プラス、最初に1選ぶ、そこから3選ぶのはやっぱ7分の1、で最初に2選ぶ、そこから3選ぶのは5分の1、
で最初に3選ぶ、これかけることので、3に行った後に5を選ぶ確率が3つ選択肢のある中の1個なんで3分の1。そうすると12分の1で隠れて35分の1プラス5プラス7プラス35かける3分の1。そうするとこれが48で4、105分の4です。じゃあ94はというと、これやっぱめんどくさいですね。1234があり、134があり、124があり、14があると。そうですね。で、234があり、24があると。で、334があり、4があると。まあ、今ちょっとこれを8個計算するのかっていうところと、やっぱもっとうまい方法あるのかなっていうところで格闘してますね、頭の中で。まあただこれもなんか前科式っぽくなっていきますけど、4に到達するのも結局1から直接行くのか、2から行くのか、3から行くのかですよと。で、1に到達してる確率は12分の1であって、12分の1かける、なのでその後4を選ぶ確率が7分の1ですよ。で、次は2に来てる確率というのはさっき実は求めていて、これですよね、21分の2。21分の2かける、でやっぱり3、4、5、7、11だから5分の1ですね。で4を選んでくれる。でここはここもやっぱさっき求めていて、3に到達するのはここですよね。なので、3倍すりゃいいんで、35分の4。だから35分の4かける3の先は3つ候補があるんで3分の1、これでいけるってことですかね。だから要するにでもこれでやっぱさっきと同じ考えで、漏れなくダブりなく考えてることになるので、これで良さそうな気がしますね。そうすると計算は面倒っちいですけど、ここがまず105分の6なので35分の2、こっちが84分の1なので足すとどうなるんだろう、420ですか。7×5と12なんで60、420ですね。420分の5プラス 2×12 で24。420分の29ですね。ということでこの4つを足すと、考え方を整理すると、まあ、多分これを続けていくわけにはいかないんで、ここから何かしら抽象化をしないといけないんですが、要するに最終到達地点 P5 っていうのは5に到達してるってことなんですけど、必ずその前に踏んでいるところ、5にやってくるところっていうのは4か3か2か1ですよ。じゃあそれぞれ1に到達する確率、2に到達する確率、3に到達する確率、4に到達する確率を考えればいいですよ。で、4に到達する確率っていうのは前科式っぽい考え方ですが、その前も結局1か2か3しかないよ。で、3に到達するっていうのも結局その前1か2しかないよ。
ということなので、それぞれの確率っていうのがどんどん使えていくよということで求めることができますよ。直前ので場合分けでいいですよね。なんかよく前科式の問題で敷き詰めの問題とかで、初手で場合分けしたりしますけれども、あの考え方と似てますかね。4から始まった場合は、まあ、そうですね、結局やっぱ 1,2,3 しかないよ。でそれぞれを今考えていて、だから計算に関してももっとスマートに計算するのであれば、さっきは全部列挙しましたけれども、これも結局1から来て直接3に行くプラス2に到達しているのがこれなので、2に到達している違う、そこから3が選ばれる、これで計算することができたっていうことですかね。でもそうすると答えが合わない、105分の4になってこない気がしますね。ここの違いが気持ち悪いので解決しておくと、さっき考えていた考え方は、1って2って3があるよ、1って3があるよ、2って3があるよ、で直接3があるよということでやって、ああ、でもそうかそうかそうか。ああ、そうですね。この考え方だと、最初に直接3を考えてなかったのか。なので、ここに最初に直接3っていうものが加わる。こうですね。こうすると合うんじゃないかという期待を込めて、420分の5プラス105なんで、105分の2なんで8プラス35、まあそっか35で48、約分して48、105分の12、まだ約分できる、35分の4、あ、いいですね。でこれに対して最後3から5に行く確率で3分の1かけてるんで、うん、確かに一致します。だから94が間違ってますね。ここに対して最後に直接最初に4が選ばれる確率が抜けてました、うんですね。そうすると35分で、ここがだから最後3プラス35が加わってくるので、29プラス35でここが64なので、もうちょい綺麗になって105分の16、だから105分の16で、ここもやっぱり最後に直接5、最初から5にズドンってくる確率があるので、プラス12分の1です。そうするといいのかな、いいですよね。1に行って1から5、2から5、3から5、4から5で直接5で、これを足し合わせるとどうなるかということで、5プラス、ここは6だったわけで、24プラス16、あ、違う、64プラス35となるので、29、64、分母が、分子が128なので、105分の32が P5 ですかね。と計算しながら気づいたんですが、この94の定義が違っていて、ダメですね。これ全体で最後4から、5か9のうち5を選ぶ確率かけてなかったんで、ここが8になります。
2分の1忘れてましたよね。Q3 で最後こう3分の1かけたようなものを最後計算してなかったんで、これかける2分の1で105分の8、なので8なので5プラス8プラス24プラス32プラス35どうなるんだ、64、これ96なので12で割って35分の8ですかね。これで計算は揃ってるはず。 P3 までは2通りで確認していって OK ですね。やっぱ P4 が怖いですけれども、これはやっぱ1から4、そうですね、で2から4で3から4で4ズドンで4から5いいですね。まあ計算ミスあったらすいません、テロップで修正します。で P5 は時間かけたんですけど、だいぶからくりが分かってきましたね。だ直近どこにあるかを考えて、そこからの遷移で結構楽に計算できる。前に計算したものをリサイクルしながら計算することができそうだってことが分かりました。そしたら P11、まあ、これはサクサクいけるんじゃないですかね。11ってことは、だ遷移としては1から、だから直前どこあるかっていうことで、もうちょっと整理立ててやっていきますか。直近、違う、直前に丸がつくところとしては、1はない、だこの上か左なので2か7か10なんですね。じゃあそれぞれ2に丸が塗られている確率を、これは結局 P2 なのか。で7に丸が塗られている確率って結局 P7 で、10に丸が塗られている確率は結局 P10 なんですかね。もともと PJ の定義はゲーム終了時に数字 J が丸で囲まれている確率なんですが、さっき P2 で考えた通り、2で塗られていたら2まで到達したらその後もうどうなってもいいんで、結局2に丸が塗られている確率は P2 ですね。ってことは、まあそうかそうか、もう P 使っていいんですね。じゃあ P2、P2 はもう求めている。じゃあ P7 と P10 を求めていきます。じゃあ P7 はどうなるかというと、これも直前に丸がつくところが、だこれも、要するに直前に丸がつくのが2と6しかないので、やっぱ P2 が使えると。P2 大活躍ですね。で、P6 がわからんってことですね。じゃあ P6 を求める上でどうしたらいいかというと、これは、そうか、さっきのちょっと過ちを防いでおくと、まあ、いきなり11もあるんだよと。で、ここもいきなり7パターンがあるよと。で、6の時も1から来るか最初に6パターンがあるよと。いうことで、まあ、P7 は計算できます。で P10 に関しても、これも結局1から来るのか、6から来るのか、いきなり10でズドンなのかということで計算できますね。あとはもうこれ式でやっていきますか。求めるのは P11 ですよ。で P11 というのは、直前に2に丸がついているとすると、 P2 かけるで2の先っていうのは5通りあって、その中の1通り選んでくれる確率なんで5分の1、あるいは P7 に丸が塗られていて、その後候補が3つのうち1つで3分の1、あるいは10に丸がついていて、そこから移動してくるのが11か12なんで2分の1、あるいは最初にズドンと11に丸が置かれる。
丸で囲まれて石が置かれる。これで計算することができます。これを丸1として、で P2 はもともと求まっていて21分の2。じゃあ P7 はというと、ここですね、最初に直前に2に石が置かれている時っていうのは P2 で、そこから選ぶ先が5通りなんで5分の1プラス P6 なんですけれども、 P6 というのは結局最初に1に置かれてその後6が選ばれる、あるいは最初に6にズドン。これは結局、まあ、P2 と一緒ですね。21分の2になります。式が一緒なんで。で、あるいは最初に7にズドン。あ、違う違う。この3通りですね。なので、これはもう計算しておくと、これが21分の2なので、なんか黄色信号ですね。 P7 はというと、 P2 が P2 は21分の2で2から来るのが、まあ、5分の1ですよね。で P6、 あ、そっかそっか、 P6 で、で6から7に来ないといけないんで、12345、やっぱそうですね、5分の1ですね。でプラス12分の1、なのでここが8か。そうすると51で140分の17でしょう。まあそこですよね。22で、これ P6 で5分の1、5分の1でいきなり7、いいでしょう。じゃあラスト P10 はというと、いきなり1に来て1から10に来る、7分の1で、6に来て P6 で、 P6 はこれだったんで21分の2かける、やっぱり5分の1で選ばれる、プラスの10か、いきなりズドンかですね。そうすると84、これもやっぱり420か、5プラス105なんで8プラスの35で、これは420分の48、105分の12、3で割れる35分の4ですよね。48、420、12で割れますもんね。はい、なのでこれで P7、P10 がそれましたね。よって P11 は、P2 かける5分の1が105分の2プラス P7 かける3分の1、420分の7プラス P10 かける2分の1、35分の2プラス12分の1。なので420分の8、7、24、35。15、あ、ここが17かで、84か、お、いいんじゃないですか。84だったから5分の1ですね。なんか綺麗になったのでいいでしょう。まあ、計算ミスあったらすいません、テロップで補足します。だいぶルールが分かってきましたね。P、 そうですね、直前に丸がつくところを考えてリサイクルしていく方式でいけそうです。じゃあラスト、カッコ3、 P5、 P9、 P11、 P12 のうち最も大きいものの値を求めよう。おお、 P5 と P11 はもう求まっているので、考え方としては1個は今の方法を頑張って繰り返せば P9 と P12 は求められるんですね。求められるんですけれども、なんか最も大きいものの値を調べるってことは、なんか計算せずともいけるんじゃないかという気がしてきますね。ちょっとこっちの線を探ってみたいですね。そうすると
P5 の時、で P5 と P11 ってどっちがでかいですかね。11が5分の1。P5 が35分の8。まあ P5 の方がでかいんで、まあ、P11 はもうここで敗退ですね。だから何がこの差を生んでるかっていうことですよね。だから5に行くときというのは、1、2、3、4から、まあ、行くルートがあった。だから P5 の場合も整理しておくと、どういう計算式だったかというと、P1、だから要するに12分の1ですね。かける7分の1プラス、P2 かける5分の1プラス、P3 かける3分の1プラス、P4 かける2分の1プラス、P5 じゃない。いきなり5にズドン。P11 の時というのは、P2 かける5分の1、P6 かける、違う、P7 か。P7 かける3分の1。で、P10 かける2分の1。で、プラスいきなりズドン。で、あったわけなんですが、まあ、ここは一緒で。P3。2と6の構造が一緒なんですよね。どういうことかというと、2の先も5通りあるし、6の先も5通りあって、まあ、P2 イコール P6 なんですよね、さっき見た通り。ここをなんかうまく使えないかなっていう感じですかね。なので、PQ というのは、どういう路線で来るかというと、P4 かける2分の1、P6 かける5分の1、P7 かける3分の1、P8 かける1、プラスいきなり急にズドン。で、P12 というのは、P1 かける7分の1、P6 かける5分の1、P10 かける2分の1プラスの12分の1なんで、で P2、P6 等しかったんで、まずここは差が出ないと。ちょっと色使いますね。ここは差が出ない。で、12分の1も差が出ない。ので、差を考える上では、まずは消していいよと。じゃあ、あとはというと、あとは頑張るしかないのかな。なんかちっちゃそうなやつを削ればいいんですよね。なので、P7。うん、まあ一つ思いついたのは、例えば P8 とか、まあ P10 とか、ここいらをなんかもっとちっちゃい添え字の P に直していく。例えば P8 だったら P3 と P6 と P7 で表されるなとか、それを繰り返していって、なんとか比較できる形に持っていくのが一つ。もう一つは、もうこれぐらいであれば、P11 は弱いんですよね。これはもう負けてるので、例えば、P12 とか P9 とかの、この今消したところの以外の部分でもうサクッと計算して、残りのものと比較していくのが一つ。で、P10 分かってますから、あとは、そうですね、さっき求めてるんで、まあ、あとでも結局そうか、 P8 が求まれば比較はできますね。 P7 求めてますもんね。で P4、P3、うん、全部求めてるんで、
そうですね、それでいきますか。でいずれにせよ P8 っていうものを求めるためにこの添え状を落としていかないといけないんで、それをまずやりましょう。 P8 はもう慣れたもんですね。どっからやってくるかというと P3 からやってくる。でその後3つのうちから1つで、あるいは P6 からやってきて、その後5分の1で、7からやってきて、その後は3分の1で、あとはいきなりズドン8にやってくるということで、 P3 は何だったかというと35分の4。P6 は P2 と等しく21分の2だったんですね、確か。で P7 はここで求めてますね、140分の17。プラス12分の1で結局420でくくって、16プラス105で8、17 35で420分の52で60、76、ですかね。きれいにしておきますか。4で割れるので105分の19、これが105分の19だと分かりました。そしたらあとは大丈夫ですね。じゃあ計算しますか。今こっちに持ってきましたけれども、まあ同じだよねって言って消したこの青のところを省いた部分をそれぞれ P5-、P11-、P9-、P12- としておきます。そうすると P5- はどうなるかというと、まあこれは引いた方が早いですかね。 P5 もともと求めていて、まあこれが合ってるかどうかですけどね。今だいぶ手順にも慣れてきたんで、計算方法間違ってないか確認しておきますか。まあ2までは大丈夫でしょう。うん、そうですね。P1×7分の1、P2×5分の1。で、Q3 に関しては P3×3分の1でちゃんとできてますね。で、Q4 っていうのも、P4。P4 っていうのが、まあ、そうですね。P1×7分の1+P2×5分の1+ P3×3分の1+いきなり4でズドン。で、かけることの2分の1で大丈夫ですね。P4×2分の1。まあ、計算方法は多分合っていて、この途中のミスがなければ35分の8でしたよと。なので、35分の8マイナス、これが105分の2なんですね。なので、105分の2マイナス12分の1、420分の、どうなりますかね。96マイナス8マイナス35、43、53ですかね。で、P11- というのはどうなるかというと、これも、まあ、こんぐらいだったら直接求めてもいいですかね。まあ、変わんないですね。直接求めましょう。140分の17っていうのが P7 だったんで、かける3分の1プラス P10。35分の4。全然関係ないですけど、P10 と P3 も一緒なんですね。面白いですね。P2 と P6 が一緒で、P10 と P3 一緒。まあ、それはそうか。こう対照的ですもんね。そうすると、あれ？で、P4、P8、P10、あ、いや、そうはいかないですね。P4 と P12 が一緒なのか。P4 と P12 は一緒そう。だここが P3 なので、P10 が35分の4で P3 と一緒。
まあ、そうですよね。4に到達するには1から始まって7分の1で到達する。で、12に来るには1から始まって7分の1で、2からは、5個の候補の先1つで、6からも5個の候補の先1つで、3からは、あーでも違うか、 P4 と P12 は違いますね。なぜかというと、3から候補3つのうち1つが4なんですね。でも10から候補2つの先の1つが12なんで、ここでずれてくるんで、 P3、P10 までは一緒ですけど、 P4、P12 は違います。そうか、まあ、儚く夢が崩り去りました。なんか消せるかなと思ったんですけど、消せない。まあ、P11 ダッシュを、P11 ダッシュでも計算しなくていいのか。結局これ負けてましたもんね。 P5 より P11 の方がちっちゃかったんで、これは計算不要です。そしたら PQ ダッシュはどうなるかというと、 P4 が P4 さっきやりましたね、ここですね。なので105分の16で2分の1なんで、結局105分の8。プラス P7×3分の1は P7×100 140分の17×3分の1、プラスの105分の19で420分のどうなるんだ、27×3、違う、27×4 で108プラスの17125、まあ比較するんで420のままでいいですね。で、ラスト P12 ダッシュがどうなるかというと、P1×7分の1でどうなるんだ、12分の1です。84分の1、プラスの、まあ、ここは等しくて35分の4だったんで35分の2、そうすると420分の5プラス24で29となるので、弱い、これですね。じゃあ PQ が一番大きいっていうことが分かります。なんで PQ が一番大きいんですかね。まあ、形上5と12はちっちゃいか、まあ来ることができる道の数が、まあ、限られているので、まあ、12の場合は特にそうですね、3つしかないですし弱そう。で、9の場合はなんかここが右に出っ張っていることもありますけれども、4からも来れるし、6からも来れる、7からも来れる、8からも来れる。で、それぞれがいろんなルートを持ってるんで、まあ9が一番集まりやすいっていう感覚はなんとなくあってそうだなっていうことはわかります。で、求めるのは PQ なので、ここにこの覗いてた2つを足してあげたらいいですね。で、 P6×5分の1がどうなるかというと、105分の2か、 P6 が P2 と一緒で21分の2だったんで、これで12分の1足します。そうすると420分の8プラス35プラスこれ125、420分の43で168、めっちゃ綺麗ですね。84で割れるのか。5分の2。なんかいいですね。テンションが上がる綺麗さですけれども。だということがわかります。まあ、計算ミスしてたら、テロップで修正します。が、まあ、P なんとかの計算はだいぶ、まあ、P5でいろんなミスをやったので、まあ、その分後の計算は楽でしたね。 P11 はサクッといって、そうですね、まあそんなに間違ってはなさそうで、まあ、9が一番大きいっていうのも大丈夫そうで、 PQ の計算っていうのも、まあ型に沿って計算していくだけなので、式としてはまあ大丈夫だと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。